こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でクマを作っていきます。この左側のクマは目と口と鼻はシールを貼っています。口は100円ショップにも売っている15ミリの丸シールを貼っています。鼻は8ミリで、目は5ミリの丸シールを貼って、目玉はペンで描いています。15センチの折り紙の場合はサイズがちょうどいいんですが、小さい折り紙で作った場合はサイズが合わないので、小さい方のクマは10センチ ×10 センチの折り紙で作ったんですが、その場合の口は1センチ ×1 センチに切った折り紙を使います。15センチの折り紙の場合は 1.5 センチに切った折り紙を貼ります。比較的簡単にできてとても可愛いので、ぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。まず裏返して白い面を向けます。左右の端を合わせて折って折り筋をつけます。左右の端を中心の折り筋に合わせて折ります。下の左右の端を中心の切れ目に合わせて折ります。下の左右の角から折って、上の左右の角を中心に合わせて折ります。上の左右の角を少しだけ折ります。少ないのはいいんですが、折りすぎないようにします。だいたいこれくらいです。真ん中の2つの角を今折った線から外側に折ります。だいたいこの線が垂直になるように折ります。左右の角をほんの少しだけ折ります。15センチの折り紙の場合はいいんですが、小さい折り紙で折る場合はちょっと細かくなるので、ここは省略してもいいと思います。こんな感じです。子供のクマを作る場合はここは折らなくてもいいと思います。下の左右を開きます。
真ん中から開いて、この線で外側へ折ります。折れたら下から押して折りたたみます。左側も同じように折ります。下の角をこの折り筋の中心に合わせて折ります。左右の端をこの斜めの線に合わせて折ります。斜めの線というのは裏側のこの線です。裏側なので見えないですが、よく見ると少し透けて見えると思います。でも紙によっては見えないかもしれないので、大体で折ってもいいです。裏返したらこれで本体の完成です。次は 1.5 センチに切った折り紙で口の部分を作ります。裏返して4つの角を少しだけ折ります。これにペンで鼻を描きます。5ミリの丸シールにペンで目玉を描きます。もしシールがなかった場合は、目は直接ペンで描いてもいいと思います。これを本体に貼ります。これでクマの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。